ことで天ぷらにします。今から天ぷらの材料を取っていきます。あ、やぶかんぞうだ。あ、もう見つける。早いなあ、ここ綺麗。あ、それをね、あ、本当だ、大きい、立派。あ、これ、よっこら。あ、取るか。あれ、まあ。次な。うん。わあ、いっぱい生えてるね。そう。大きくて、塔が立ってても食べられるんだっけ。そう。うん。うちは食べるよ。あ、そう。これぐらいは食べるの。ちっちゃいのも。やってみて。うん。今一等美味しそうな芽が出てきたところ。うん。新しい出ただけやもん。うん。とっても次々出てくるもんね。出てくるからね。春の味だ。そうやな。ハーブでフランネルっていうやん。ああ。これはいつもうち精進料理使ってるよ。うん。これはあったあった。これセリ。え？ああ。これセリ。ああ。その水の中にもセリある。水の中、うん、すごいな。水の中、あそこにあるわ、ね、あそこにもある、伸びる、なかなか最近進まない、進まないねののひるちって伸びる天ぷらもいけます。でも精進料理じゃないの、ね、使わない精進料理では精進料理は使わない、うん、ニンニクとかニンニクのルーやから、ね、そういうか、あのいいよ、うん、はい、あ、誰かお箸で上げてくれる人、うわ伸びるです。まだまだこれから出てくるから、まだ走りやな、ね、そう、まだこれからタラの芽とかね、うん、そうタラの芽やね。おいしそうやな。おいしそう、全部この辺で整いましたただですね、ただでおいしいものいただけるこれか、それは違う、やぶかんぞう、これあ、これか、これが息をよ、え、そう、息を取ったよ、これあ、これか、やぶかんぞう、あ、これや、わかった、これ、あ、伸びるや、伸びるか、はい、全然外れ、外ればっかり、ばっかり、いただきます。